どうも、アカティです。というわけで、今回の動画は、私ね、アカティ、とっくの前言わせたんですけど、メインクエストだったりとか、強敵開口のクエストもね、勝ってて、ほぼ全てのコンテンツ、クリアできましたので、それを踏まえて、上級者になるために知っておくべき、効率よく強くなる必須知識について解説していこうかなと思います。リセマラ終わったりとかね、最近始めてね、キャラクター育成とかね、どんな風に育成したらいいのかわからないよって方に向けての解説動画となっていますので、よかったらね、参考になるなと思った方については高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでやっていくんですけど、今回に関しては一つのことに特化した内容で話していきます。それが、キャラクター育成、そして階層斬首の強化についての必須知識となっています。まずキャラクター強化ですね。大体の人がよく来る質問としては、どんなキャラクターをレベル上げたらいいですか、どんなキャラクターのスキルレベル上げた方がいいですか、そしてね、キャラクターレベルいくつまで上げた方がいいですかっていうのが結構来るんで、そちらについて話していこうかなと思います。まずキャラクター育成については、散々言ってるんですけども、チームの主要メンバー4人のキャラクターのレベルをまず上げてください。そしてスキルレベルアップの優先度については、基本的にはアタッカー、バッファー、守られるキャラクター、タンクだったりとかヒーラー役、こちらのキャラクターのスキルレベルを上げるのが優先的になってきますよと、ここを念頭に置いた上で話していくんですけども、じゃあキャラクターの育成はまんべんなく育成するべきなのか、またまた特化して育成するべきなのかについて話していきます。まず特化して育成するメリットとしては、やっぱいろんなキャラクターを育成するリソースをこのメインメンツ4人に注げるので、メインメンバー4人だけはどんどん強くなると。ただし複数のキャラクターが必要になってくる、領域調査だったりとか、あとは派遣ですね、こちらの報酬だったりとかクリアが難しくなってくるっていうデメリットがある。で、まんべんなく育成する、メリットとしては、さっき言った派遣だったりとか領域調査をクリアしやすくなったりとか、報酬量が増えてるとか。ただし、まんべんなく育成することによってその分のリソースをメインパーティー4人に注げなくなるので、ちょっとね、クリアとか、クエストのね、強敵開口とかのクリアがちょっと遠くなっちゃうよという部分があるんですけども、その悩みを一発で解決できるね、資料を持ってきたので、ちょっとこちらを見ながら話していこうかなと思います。さあ、ちょっとね、お勉強の時間に入っていこうか。この資料に関しては上に書いてある通り、ファントムパレードのキャラクターですねが、レベル1からレベル10ごとに必要なキャラクターの育成コストとなっていますよと。要するに修練の灯火の必要数になっていると。で、このグラフを見てほしいんだけども、まずレベル1からレベル10に上げるまでの必要の修練の灯火の数が98個、1から20が278個、1から30に上げるためには2228個で、レベル1からレベル40に上げるためが、8799個で、レベル1からレベル50に上げるためが29678個で、レベル1から60に上げるための必要数が95965個で、ここから注目で、レベル1からレベル70に上げるための必要数が306407個で、レベル1からレベル80に上げきるまでが806904個で、グレード8の段階でのマックスレベルですね、レベル1からレベル88まで上げるための必要数が1548729個となっていますよというわけで、もうこのグラフね、見た方は一発で分かると思うんですけども、レベル1からレベル60まで、まんべんなく上げるのがこのファントムパレード一番効率のいい育成コストのかけ方となっております。なので、まずは始めた瞬間にメインキャラクターをレベル1から60まで上げてくださいと。で、攻略していって、それで攻略で行き詰まった場合は一旦70までは頑張ってあげちゃって大丈夫ですよと。で、どんどん攻略していくとともに、派遣だったりとか領域調査をね、毎日やるコンテンツとして消化していくんですけども、その報酬を効率よく得るために、特定の編成だったりとか、あとは特定のボスキャラクターですね、個人的におすすめしているのは低レア度で言うと、勇気怪盗、伏黒恵、そして犬巻トゲ、SR キャラクターについては、バフキャラ3人プラス翔子さんは置いておくとして、勇気怪盗、あとは林道だったりとか、そこら辺のキャラクターかな、がすごくおすすめになっているんですけども、そのキャラクターをレベル1から60まで上げてください。この表見たら分かると思うんですけど、1から60まで上げるコストが95965個。約96000個で済むんですよね、たった。ただ、この1から70まで上げるのを考えると30万かかるじゃないですか。だから単純計算、60から70に上げるための育成コストが約20万かかるんですよ。ほぼ倍ね。レベル1から60までキャラクターを育成するコストをかける2回しないと、60から70に上げれないんですよ、このゲームって。でしょ？
そうやって考えると、まあ、キャラクターメイン、まあ、メインパーティーは70まで育成しちゃっていいけど、そっからさ80まで上げようと思うと見て、またこれもとんでもないでしょ。70から80まで上げるのに約育成コストが50万かかるんだよね。ほぼ 1.5 倍ぐらいかかっちゃうんだよね。といった感じなので、まあ70ぐらいまで育成しきったら、まあ、一旦70から80に上げるんじゃなくて、まあメインパーティーに常にスタメンに入るほどではないんだけども、強敵開口だったりとか特定のクエストで活躍できるような、まあ尖った性能を持ったキャラクターだね。さっきおすすめしたところへのキャラクターを一旦60まで上げると、その後に、領域調査だったりとか、あとは派遣任務をコツコツこなしていって報酬を集めていって、まあ一旦集め切ったなと思ったタイミングで、まあ70から80まで目指していくといった感じですね。で、一番やばいのが、レベル1から80までの必要経験値が今約80万なんだけど、1から88、まあ、要するに8レベルしか変わんないのに、こっち150万かかるんだよね。そう、もうえぐくない？普通に1から80までにかかる必要コストが80から88まで上げるのに必要なコストとほぼ一緒なんですよ。って考えると、まあ、正直ステータスの上がり幅も考えても88まで育成するメリットはほぼほぼないです。特に無課金美課金の人はね。まあ、なので、立ち回りとしてもう一度、振り返っていくと、まず始めた瞬間からは、メインパーティー4人のキャラクターをレベル1から60まで上げてくださいと。で、その後に、まあリソースが少ないところで言うと、まあ領域調査派遣任務のために40まで上げてくださいと、他のパーティーメンバーをね。で、それで進めていって、クエストのこれ困ったなと思ったら一旦70まで上げると、メインの4人を。で、その後に、他の余ってるメンバー、領域調査派遣任務で使うメンバーに関しては50まで上げると。で、その繰り返しですね。で、まあ基本的に派遣だけで使うんだったら60まで上げきればまあ十分といった感じで、まあ、領域調査がっつり攻略したいよっていう場合に関しても70まではとりあえず上げていいといった感じですね。で、70から80が本当に修羅の道になるので、これに関してはよーく考えて、まあ、メインパーティーで使うキャラクターを4人に絞って育成することをおすすめすると。で、80から88までは一旦止めて大丈夫です。もう80から88までに育成するコストでもう何人レベル70から60まで育成できるんだって話になってくるので、ここについては1個注意点かなと思いますね。では次にキャラクターの次といえばこちらになっております。はい、ファントムパレード、レベル1からレベル15とに必要な階層残滓の育成コストになっていますよと。で、カッコラインについては階層の灯火の必要数になってくるといった感じですね。階層残滓、まあ、いわゆる装備品になっているんですけども、こちらの階層残滓育成しないと、まあ、基本的にキャラクターのステータスが全然伸びないものになっているので、まあ、優先度としてはまずキャラクターのレベルを上げると。で、階層残滓のステアップについては、装備しているキャラクターのステータスをもとにパーセンテージ的に、ステータスが上昇するものになっているので、キャラクターの育成の方が最優先、次に階層残滓といった順番になっています。で、まあ、グラフ見ていくんですけども、まあ、こんな感じですね。赤線が階層の灯火の必要数。で、黄色線が JP の必要数になっています。まあ、JP に関しては基本的にはそこまで消費するものではないので、今回、詳細な数字は出していないんですけども、まあ、まず階層の灯火から見ていきましょうか。レベル1からレベル10に上げるための必要数が930個。レベル1からレベル20に上げるための必要数が2980個。レベル1からレベル30に上げるための必要数が7130個。レベル1からレベル40まで育成するコストが16480個。で、レベル1からレベル50まで育成するための必要コストが56480個。そして、無凸段階でのマックスレベルですね。レベル1からレベル55までに育成する必要コストが95480個となっていますよと。これ見た方はね、分かると思うんですけども、まあ、まず階層残滓については、メインアタッカーの持たせている階層残滓はレベル40までは育成しちゃって大丈夫です。40までが一番こう効率よく強くなるポイントですね。上げ切っちゃって、その次にまあ他のキャラクターで言うとバフキャラとかデバフ役とかスタン役とか、まあ、タンク役だかな、特にのキャラクターの階層残滓を一旦40まで上げると。これでまあパーティーメンバーがキャラレベル60から階層残滓もレベルまあ40、30まで平均的に上がりましたよと。で、まあ、階層残滓については基本的には、まあ、派遣任務では特に必要はなくて、まあ、領域調査とかでは必要になってくるんで、まあ、基本的にはパーティーメンバー4人が装備している4つを、特化育成すれば十分といった感じになっているんですけども、まあ、ここまた注目ポイントで、レベル40からレベル50までのこの必要数の跳ね方がとんでもなくないですか、これ。
そうなんですよ。1から40までにする必要コストがだいたい今1万7000とすると、また50まで、上げるため、40から50まで上げるための必要コストがだいたい4万なんですよね。だから1から40の階層男子を3つ、1から40まで育成するコスト ×3 の分が40から50まで育成するための必要コストとなってくるといった感じですね。なので1個の階層男子をレベル50まで上げるんだったら、約まあ4つぐらいかなの階層男子をレベル40まで上げた方がまあ効率よく強くなるし、まあ、必要になってくる、階層の飛ばし火の数もほぼ変わらないので、こっちの方がおすすめになってくると。で、まあパーティーメンバー4人分の階層男子がレベル40になったら、まあ、一旦アタッカーだけ50まで上げちゃいましょう。はい、で攻略していって、で行き詰まったら今度は他のパーティーメンバーですね、他の3人のメンバーの階層男子のレベルを、まあ、45ぐらいまで上げつつ、まあ、領域調査も視野に入れるんだったら、まあ、30ぐらいまでは育成しちゃって大丈夫かなと思いますね。他の階層男子については 7000 個で済むからね、めちゃめちゃお得なんで、まあ、レベル30まで育成してもらっていった感じですね。でこの50から55までに上げる必要数に関してが、1から50の必要数が5万6000、まあ、大体5万7000ぐらいかになっていて、55まで上げるのが9万6000と約になっているといった感じで、まあ、50から55までに上がるステータスの、上がり幅と、この階層の飛ばし火の必要数を考えると、55まで上げるメリットはもうほぼほぼないっすね、本当に。だって50から55までに上げる必要数で一体何枚のさ残滓のレベルを上げれるのっていう話になってくるじゃないですか。1から40まで育成するんだったら大体3から4個分ぐらい育成できる必要数になってくるので、階層の飛ばし火の数に関してが、まあ、なので基本的にはさっきも言ったけど振り返りますと、まずアタッカーの装備している階層残滓のレベルを40まで上げると、で他のパーティーメンバーは30まで1回上げきって攻略していって、次に50まで上げてアタッカーの、で他のパーティーメンバー40まで上げて、で次に関してがアタッカーの階層男子を55まで上げ切るんじゃなくて、他のパーティーメンバーの階層男子のレベルを、50まで一回引き上げると。これで一旦ストップですね。そこからは領域調査とか攻略していく中で、メインメンバー4人以外が装備する階層男子のレベルを40ぐらいまで上げると。でどんどん攻略していって、それでもやっぱりアタッカーの火力欲しいよ、足りないよっていう場合に関しては、まあ、55まで上げて大丈夫といった感じになっていますよと。といったのが今回僕が話したかったファントムパレードで覚えておくべき効率よく強くなる育成の必須知識となりました。こんな感じでファントムパレードの解説動画をメインに動画を上げていますので、参考になったよという方については高評価、チャンネル登録、もしくはねこの動画のコメント欄で他にもこういうことを解説してほしいよという内容があればコメントくれればリクエストに答えて動画作ろうかなと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ次の動画で会いましょう。じゃあねみんなお疲れ様です。